ここ噴水広場の、司会をさせていただきます飯塚亮介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さてこの栃木よさこいですが、昨年開催されました、大田原市でですね開催されました下野よさこい与一祭りと同様に、少しずつ栃木県に、よさこいの輪が広がり活気づくことを願い、株式会社ファーマーズフォレスト宇都宮ロマンチク様のご協力により、栃木よさこいとちよさ in 宇都宮ロマンチク村を開催する運びになりました。開式に先立ちまして、はじめに株式会社ファーマーズフォレスト総支配人田代健一様よりご挨拶いただきます。干渉するんじゃないですか。すいません、マイクの音がうるさくなっちゃって申し訳ございません。音鳴っちゃいますね。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。皆さんおはようございます。道の駅宇都宮ロマンチク村を管理しておりますファーマーズフォレストの田代と申します。今日は皆さんお集まりいただきまして誠にありがとうございます。また2月に開催したよさこいもすごく皆さんご来園の皆さん喜んでいただいてて、またこのような形でたくさんのご出演の皆様、そしてたくさんのお客様と一緒に栃木よさこい開催できることを大変嬉しく思っております。今日は天気がちょっと心配な部分もありましたが、おかげさまで青空が広がって本当に良かったなと思います。今日は思う存分ロマンチック村でよさこいを楽しんでいってください。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、よさこいネットワーク栃木運営委員長青木誠よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。本日は第1回栃木よさこいへこんなにたくさんの方が、ご来場いただきありがとうございます。私たちはよさこい栃木ネットワーク YNT のメンバーです。今回先ほど、ロマンチク村さんからもお話があったように、今まであった下よさの、灯火を消さずに栃木県最大のよさこいを作っていこうということで、私たちは YNT の活動を続けてきました。今年の2月に、ここのロマンチク村で、小さなイベントを開催させていただきました。今回はその、流れを受け第1回の栃木よさこいとして、今までつな、いできた下よさの流れを継いで栃木県最大のよさこいを作っていく灯火の第一歩としたいと思います。本日は、県内のみならず県外から多数の強豪、有名な素晴らしいチームの皆さんをお迎えすることができました。私たち栃木県のチームのみならず、他県のたくさんのチームの素晴らしい演舞を見ることのできる第1回栃木よさこい、ぜひ、ご来場の皆さん、それから、踊り子さん、そしてスタッフみんなが一体となって最高の一日にしていければと思います。今日も一日よろしくお願いします。
続きまして栃木よさこい実行委員長岩本優也よりご挨拶申し上げます。会場のお集まりの皆様こんにちは。今日は、ちょっと私雨男なもんでちょっと天気がちょっと心配だったんですけれども、きっと今日いらした、踊り子の方々や、お客さんの方々にきっと晴れ男の晴れ女の方がたくさんいたのかなと思って、とても安心しました。今日はですね、県内外から、総勢300名を超える踊り子が、ここに集まっております。県内のチームの踊りや県外の、コンテスト等でも活躍しているチームさんの踊りを見ていただき、栃木のよさこいをさらに盛り上げていきたいと思っておりますので、どうぞ、皆さんも楽しんで、帰っていただければなと思いますので、ご声援どうぞよろしくお願いいたします。結びになりますが、会場を提供してくださった、ファーマーズフォレストの、方々、そして今日参加してくださった方々、本当にありがとうございます。今日一日が、いい一日になりますように、記念申し上げまして、実行委員長の挨拶とさせていただきます。今日はどうぞよろしくお願いします。以上をもちまして開会式を終了とさせていただきます。本日はここ、噴水広場のこの会場とですね、もう一つこちらのローズハット会場、この2カ所で、午前中そして午後演舞をお楽しみいただきたいと思います。皆様どうぞ一日お楽しみください。真ん中行きました。めちゃめちゃ涼しいですね。あっちに行きたい。これを持ちまして